ノルウェージャンフォレストキャット、通称ノルウェージャンキャットは、その美しさと野生的な魅力で知られる猟種の一つです。起源、ノルウェージャンフォレストキャットはノルウェー原産の猟種で、数世紀にわたりノルウェーの森林地帯で野生の猫として生きてきました。そのためしばしばノルウェーの森の猫とも呼ばれます。彼らは寒冷地域に適応した厚い皮毛と野生の猫のような力強い外見を持っています。外見、ノルウェージャンフォレストキャットは大きく力強い体つきをしており、特徴的なのはその長い皮毛です。彼らの皮毛は二重構造を持ち、防寒性が高いため寒冷地での生存に適しています。鮮やかな皮毛の色合いや模様もバラエティに富んでおり、特に美しい尾の先にふさふさとした飾り毛があります。性格、ノルウェージャンフォレストキャットは知識が豊富で社交的な性格を持つことが多いです。彼らは家族との絆を大切にし、人懐っこい性格が飼い主から愛される理由の一つです。また彼らは遊ぶのが大好きで、知恵を使って問題を解決することも楽しんで行います。活発で遊び心のある性格は、飼い主との交流をより楽しいものにしてくれます。ケア、ノルウェージャンフォレストキャットの皮毛は美しさの秘訣ですが、それには定期的なブラッシングが必要です。特に毛が長くなる冬季には、毛玉を防ぐためにこまめなブラッシングが重要です。また耳や爪のケアも忘れずに行いましょう。結論、ノルウェージャンフォレストキャットはその美しい外見と魅力的な性格で多くの猫愛好家に愛されています。彼らは家族との絆を大切にし、知識豊かで遊び心のある性格を持っています。ただし彼らの美しい紐には手間と時間がかかることを覚えておく必要があります。彼らを家族に迎える際には、きちんとしたケアと愛情を提供することが大切です。